バーグを作りたいと思います。まず最初に玉ねぎを煮ていきます。みじん切りをしたところに玉ねぎにひき肉を入れていきます。パン粉と牛乳を一緒に入れます。お醤油を入れます。これも適当です。表面を整えると肉汁が出なくて美味しくなります。いただきます。私はシーザー派です。ハンバーグはすごく好きなのでよく作ります。いただきます。
美味しいです。お米は固めが好きで、ちょっと今日は固すぎちゃいました。どうしたの？ちゃちゃまるは結構ご飯食べてる時いつもここで狙ってるんですけど、もともと料理は割と好きで、食べることが好きで、なのでよく作ります。家にいるときは基本自炊をします。得意料理はピーマンの肉詰めが得意料理で、これは誰にも負けない自信があります。家にいるときはそんなにお酒は飲まないんですけど、飲み会はすごく好きなので、飲み行ったときはすごいお酒をたくさん飲みます。ほとんどウーロンハイをひたすら飲んでます。なんか前は甘いなんか梅酒とか飲んでたんですけど、太るよって言われてウーロンハイにしてます。それ以降、この間コメント欄に体型の維持の仕方を教えてくださいって言われたんですけど、私全然野生型ではないんですけど、一応ジムには行っていて、週2ぐらいで行っていて、30分間は早歩きとして、あと45分ぐらいは筋トレを普段はしています。ごちそうさまでした。今後は、料理動画とかちょっとちょくちょく載せていけたらいいなと思っておりますので、ぜひ料理好きな方とか料理全然やんない方でもちょっとやってみたいなって思う方はぜひ参考にしてみてください。で、よかったと思ったら高評価とコメントとインスタのフォローもぜひお願いします。お願いします。今日も見てくださりありがとうございます。ペイパレント。